皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。天城越えの大ヒットで知られ、昭和、平成、令和と3つの時代にわたり紅白歌合戦に連続出場している石川さゆりさん、2022年の第73回で通算45回となり、1984年の第35回から39年連続して出場継続中で、第73回で赤組歌手で初の45回出場を達成しています。同じく紅白での39年連続出場も赤組歌手では第1位となっています。そんな女性演歌歌手としては大御所の石川さんですが、これまで幾多の苦難を乗り越えてきました。特に絶頂期に始めたビジネスではトラブルに巻き込まれてしまい、大きな借金を抱えてしまったようです。そこで今回は石川さゆりさんの借金と年収について経歴とともにお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは石川さゆりさんのプロフィールからご紹介します。本名、石川絹代。生年月日、1958年1月30日。身長、155cm。血液型、A 型。出身地、熊本県宝達郡秋田村。石川さゆりさんが歌手を目指すきっかけとなったのは、小学1年生の時に歌謡ショーに出ていた島倉千代子さんを見て感激したことでした。デビューのきっかけは偶然で、中学3年の夏休みにちびっこ歌謡大会に出られなくなった友人の代わりに出場したところ、会場に来ていたホリプロのスカウトに声をかけられたことで芸能界入りを果たしています。横浜の中学を卒業し、高校は芸能活動を重点的に行うために堀越高校の芸能コースに進学します。デビュー当時はアイドル歌手として売り出されましたが、当時すでに人気があった森まさこさん、山口百恵さん、桜田淳子さんの花の中3トリオの陰に隠れあまり売れませんでした。デビュー曲がヒットしなかったことや同世代のスターたちとの差が開いたことで深い挫折と劣等感に苛まれた石川さんですが、その不安を払拭するように歌に没頭することを決めて、双葉百合子さんの門を叩き、歌うことを基礎から学び直しました。さらに歌に深みを持たせるため、民謡や日舞にも打ち込むなど、新たな技術を貪欲に吸収しています。その後は地道に活動を続け、ブレイクしたのがデビューして4年後の1976年に発売されたアルバム、365日恋模様からシングルカットされた、津軽海峡冬景色がきっかけでした。同年末の第19回日本レコード大賞歌唱賞、 FNS 歌謡祭グランプリなどの主要な歌謡賞はもちろん、数多くの音楽賞を受賞した石川さん、その後は勢いに乗り鳩羽しぐれ、天城越え、夫婦全財、滝の白糸など現在でも有名な曲を連発し、日本を代表する演歌歌手の一人となりました。現在もコンスタントに新曲をリリースしてはファンから高い評価を得て、演歌界では欠かせない存在になっています。そんな石川さゆりさんはプライベートは一度結婚するも離婚されています。原因は何だったんでしょうか。石川さんは1981年に7歳年上の元マネージャーである馬場健二さんと23歳で結婚しました。馴れ初めは芸能人とマネージャーという仕事のパートナーだったため、自然と共有する時間が長くなったことで公私ともに信頼する関係になったようです。特に石川さんの方が馬場さんに惚れていたそうです。テレビ番組に出演した時、好きなタイプの男性を聞かれた石川さんは、年下や同い年よりずっと年上の人がいいです、いろいろ教えてくれる人が頼もしくていいと、昔から年上の男性に憧れていたようで、自分のことを理解してくれるマネージャーを好きになってしまったようです。しかしその夫婦関係も結婚年数とともに徐々に関係が崩れていってしまうのです。結婚3年目に長女を出産しますが、8年目の1989年に離婚。その原因は夫との関係の悪化ではなく、姑との確執が大きな原因となったようなのです。長女を出産した翌年から夫の実家で同居することになったそうなのですが、その姑が非常にルールに厳格な人で、いかなる理由があろうとも外泊禁止と告げられていたようです。歌手活動をしていた石川さんにとっては、公演などがある場合には外泊だけでなく
連泊連続も当たり前。通常であればホテルに泊まりますが、姑はそれを一切許さず、日帰りで自宅まで帰るという生活をしていたそうなのです。専業主婦なら外泊禁止と言われても納得できるかもしれませんが、仕事でも NG というのは理解に苦しみます。そのような厳しい生活が積み重なってしまい、石川さんは歌手活動を続けるためにも離婚せざるを得なかったようなのです。そんな家庭生活が厳しかった石川さゆりさんですが、苦労はそれだけでなく、信じられないほど高額な借金をも背負ってしまったといいます。そのわけとは一体何だったのでしょうか。離婚後はシングルマザーとして娘さんを育てていた石川さん、娘さんが大きくなり仕事も順調になったので、石川さんは1997年に個人事務所株式会社さゆり音楽社を設立しました。その時の逸話として、事務所設立時に国民銀行から35億円ほどの融資を受けたのだそうです。今では個人事務所にこのような信じられない金額が融資されることはまずないことから、石川さんの信用力の高さに驚かされます。その資金をもとに知人と始めたのがカラオケボックス店の運営です。最初は石川さんの知名度もあってうまく経営を進め、30店舗ほど展開するまでになりました。しかし徐々に経営が厳しくなっていったそうです。そのカラオケボックスの立て直しを図るために経営権を種田益男氏に売却しましたが、それがさらに状況を悪化させることになってしまうのです。種田氏が事業に失敗してしまい、借金は総額56億円まで膨れ上がったそうです。普通なら種田氏に経営権を売却しているので石川さんには何も関係ないはずなのですが、石川さんは借金の連帯保証人となっていたことで約28億円余りの支払いを求める損害賠償請求を起こされてしまいます。一時は裁判で 2.2 億円の支払いという判決になったのですが、債権者がこの判決に不服を申し立て、最終的に10億円の支払いに決定したそうです。突如降って湧いたような10億円もの支払い命令。それでも石川さんはこのどうしようもない状況から見事に復活を果たすのです。その土台となったのは本業の歌手活動でした。石川さんは個人事務所を設立していたため、通常の事務所に所属するよりも多く収入を得ることができていたようなのです。実際の収入は公表されていないので定かではありませんが、以前あるテレビ番組に大物演歌歌手の元マネージャーが出演して演歌界の金銭情報を暴露していたことがありました。そのマネージャーが言うには、演歌界の絶頂期に紅白に出るようなレベルの人気演歌歌手は営業1本で600万円から700万円のギャラをもらっていたとのこと。月に10本から15本の営業をすると年収にすると7億円以上となります。さらに営業以外にもテレビ出演やコンサート、 CD などの売り上げ、さらには関連グッズのロイヤリティなど、最盛期の人気演歌歌手は10億円以上の年収があったとしても全く不思議ではありません。そう考えると石川さんの10億円にも上る借金も年収1年から2年分と考えられ、なんとかなりそうな金額だったのかもしれません。一般的な感覚では事業失敗で10億円の借金を抱えたと言われるとすごい金額だと思ってしまいますが、石川さんの場合は自力で解決できるレベルだったようです。いかがでしたか。シングルマザーで娘さんを育てながら歌手としても大成功した石川さゆりさん、2007年以降の紅白歌合戦では津軽海峡冬景色と天城越えと1年おきに歌っています。 NHK 側からこの2曲を歌っていただくのが日本の年越しなんですよと言われていることに対して、石川さん自身は複雑な気分になっているそうなのです。石川さんは紅白本番前に行われる NHK 関係者との面談の際に、この2曲を歌うのはもう何回目でしょうね、今年も新曲を出しているんですよなどと不満を口にしていたと報道されたこともありました。新曲を披露したいという気持ちはとてもわかりますが、 NHK 関係者の言うようにこれが日本の年越しというのもよくわかります。大ヒット曲を持つ歌手の悩みなのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それでは。
また。